え、楽しみ。そう、ちょっと見えづらいな。うん、ちょっと携帯ちょっと見にく縄張りするのかって縄張りするわ。ちょっと見にくいし、はい、マッチング今マッチメイク中です。面白い、珍しい配信って。そうでしょ、ゲームで、あ、繋がった。配信するって、おんし、あのホテル時代以来じゃないかな。多分ホテルでさ、メンバーと過ごしてた時ぐらいかもね。あ、今私のチームはオレンジを塗っております。オレンジの時って大体あれよね、相手紫よね、ハロウィンみたいな色になるね、これ決まってんだろうね。大西はガロン使ってます。大丈夫かい、ちゃんと見えるって。うん、見える。あの配信の方も見ながらだから、ちょっと一緒にやっている方々にはちょっと迷惑をかけるかもしれないですがへへへ、楽しいね。そう、本当にさ、この間もさやりんとあやねちゃんの方、高橋両方、あーぶねとか、泊まりに来た日に4人でやってて、みんなで回しながら、アップデイ、そう、そう、まあ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 、よい、おいおい、やめなさいよそんなこと。楽しいね。大西のね、このスプラトゥーンやっててさ、自分の中でこう目標があって、死なないっていう、そう、死なずにやるっていう目標を毎回掲げて。あー危ない、死んだ言ってるそばから死んだじゃん。でも大体あんま死なずにいけるんですよ。そう、もうさ、あの武器何、そう、もう雨なんか降らされちゃって、もうこれ油断してるとやられちゃうんだから、こっち今ピンチになってるピンチだ。あ、もう終わっちゃうよ。あ、やられちゃった。あ、終わっちゃう。あ、終わった。あ、ピンチのまま終わった。あ、終わりました。負けた。負けた。そう。負けちゃった。結構1試合短いんですねって。3分ぐらいかね、縄張りって。最後の勝った人たちのエモート見るの好きなんだよね。あ、通信、あ、なんか今通信のあれダメだったんだって。
なんか勝敗カウントされないですって言われた。やったやったね。ね、なんかあるよね最近通信悪いの。みんなもスプラトゥーンやってる？ラッキーってね、ラッキー武器何使ってるって。ガロンです。52の方のガロン。一人でも声出しながらやってるのって、いやーどうやろう、そんなかも。でもなんかさ、たまにさ、めっちゃこう同じ人がさ、あのキルしてくるみたいな時は、まあってなるっていうかも。あ、いちごミルク、なんかこれ今日もあった気すんな。違う同じ人同じ人じゃない、違う。ガロン苦手やった。本当今もう一戦目始まりました。なんか大西がさ、お話し会とかで話しててさ、あのまあお話し会っていうか、この配信ショールーム配信とかでもさ、あのスプラトゥーンやってるみたいな言っててさ、でお話し会とかでやってよみたいな言うの。ほんまにやってくれる人とか何人かいててさ、嬉しい。だからみんなもやろうよ一緒に、面白いよ。今はね、私水色塗ってます。このね、薄い感じの、うわー危ない。やめてよ、そんなとこから狙うの。あ、降りてきよった。しゃ、倒したぜ。水色はね、あえてね、あの濃いピンクなんですよね。私ね、結構でも自分が濃い時好きかも、色。あーぶねー、そこにいるよ。待て待て、インクない、インクない、インクないです。インクがなかったですやだ、そんなところにいたの。一生懸命塗ってたのに、こっちとらちゃんとやってよね。そんなところで隠れてないで正々堂々とやんなさい。あ、ほら、なんかどっかから打ってきたよ。危ない危ない。あ、でっかいでっかいハンマー来たよ。だからさ、この間そのメンバーとさやってた時もさ、なんかほんまにみんなで強くなりたいねみたいな、あー危ねえ話してて、チームメイトでスプラトゥーン部作ろうかみたいな話してた。あぶね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 、ちょい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 、あぶねいやあぶねあ、どこにいるの。あ、上じゃんねえ優しい、みんな見守ってくれてる。おお、ゲームやってるんで、うん、ゲームやってみてる。あ、勝ったじゃん。やったー、勝ったよ。視聴者参加型にしたら、え、みんなやってよ、やってる人いるなら。今縄張りやってるから会えるよ多分、知らんけど。おめでとうってありがとう。そう、ごめんね、つまらんって書かれてる、ごめんね。また明日とかはこういう配信しないから、その時また見に来て。今日はスプラ配信するんです。うん、今みんなマグカップがいつものじゃないって。そう、あ、スプラトゥーンの画面が映ってる。
猫、名前でわかるって、わかんじゃない、わかる、いや、うん、ももって書いてるから、ももって入ってるから、ももって入、今からやってももって入ってたら大西じゃない知らんけど、今はい始まってます。今回は濃い紫の色を担当してます。なんて名前って、これ別に名前言っていいよね、なあれ別に特定されるあれじゃないもんね、ユーザー、え、これ別にいいよね、え、やばい、やばくない、その辺ちょっと疎いからちょっと教えてユーザー名とは教えて良いものなの、いけるけど、別にそんなプライバシーのあれとかはない、ちょっと怖いよね、あの世間知らずなもんで、ちょっと詳しい人ってね、ちょっとねえ言わない方が、あ、やめとこ、じゃ、まあでもももは入ってる、ももが入っ、今から対戦してももが入ってたらもうそれは私ですね、そう、え、ローラーってさすごいよね、スプラ持ってないからモンハンしますって、お、モンハンもさ、なんかもう誰も一緒にやってくれなくなっちゃってさ、あ、いっぱいいるやん、よっしゃ、あー危ね、よっしゃやった、いっぱい倒せた、あー、なんかボタン押し間違えちゃった、しゃ倒したいいんじゃない、危ね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 、お、ナイス楽しいね、なんかこれをさ、こういうイベントしたいよね、一緒にやってくれるみたいな、ね、でもさ、よっしゃなんか、あぶね、画面とかも見せれないからさ、あー、ゆうち終わった、配信じゃなくて、なんかさ、イベント、ファンイベントみたいな、ファンイベントっていうか、なんか今ってなんか何かしらできるじゃない、メンバーと一緒にスプラやるって、うん、し、そう、大体一人かメンバーとやってる、インスタなら見せれるよって、あ、そうなん、え、でもちょっとインスタ怖いんだ、大西そう、インスタちょっとあの怖いなそう、そう、ショールームがね一番あの治安がいいから、そう、こっちの方が好きなんだ。バイオハザード配信やってて、バイオ、大西スプラ、スプラトゥーンじゃないわ、スイッチしか持ってないよ。お、これ4戦目始まりました。そう、治安があって、そうなのよ、やっぱね、そ、あのショールームってそう考えると本当に安心コンテンツなのよね。そう、だからPS5 やって、 PS 持ってないんだよな。でもあれよ、うち、あんまりその
あんまり操作のややこしいのとかちょっと苦手よ。モンハンスプラぐらいはあれやけど、あのすごく難しい操作方法のやつとかあるじゃないっていうのはね、ちょっと苦手なんですよね。そう、ややこしいよ。しゃモンハンはややこしくないって。うん、モンハンはそんなよね。あの、わかんない、私はスイッチのやつをやってるからさ、あのあれなんだけど、あの PSP みたいなんでさ、あるじゃない多分モンハンとかも。ってなったら多分音痴できひん気する。あのなんか分からへんけど難しそう。桃鉄はやらないと。私桃鉄ね、あんまね、あんまなのよ持ってるのよ。なんか一回あの七瀬やったかな、が吉川七瀬ちゃんが、あぶね、あーやられちゃった、お泊りに行くってなって、そうで、その時にあの桃鉄やりたいみたいなこと言ってたから、あの泊まりに来る時に買ったのよ、お店。そうでやったんだけど、ちょっとあのねっていうもうあげたんじゃないかな、もしかしたら。お店、そう、あ、オーバークックっていうゲーム面白いですよって知ってる、それ。待って、あれね、あの声優の飯田里穂さんって方がいて、音痴、その昔舞台でね一緒にやらせてもらってて、しゃで、その時にそのリッピーさんのお家よく遊びに行ってたのね。でそこでオーバークックっていうゲームあって、でリッピーさんがめっちゃハマってて、終わった、そう、めっちゃおもろかった、めずっとやった。お、勝った。そう、どんなゲームって、なんか料理、なんかこれを運んできてください、作って運んできてくださいみたいな指令が出て、でそれを作って準備して出すっていうゲームやねんけど、いやあれはね、おもろい。オーバークックって久しぶりに聞いた。そう、あれも多分スイッチやったと思うで。そう、スマブラは、スマブラも持ってる。たまにメンバーとやる。大体メンバーが泊まりに来た時、あのマリオパーティーとかさ、マリオカートとかそっち系するのよ。そう、ワンガンとかはしないの。ワンガンはゲーセンでしかせえへんなワンガンはゲーセンでしかしないか。マリパも持ってるんだって。持ってる。今第何戦目か分からへんけど始まりました。マリオパーティーは大体なんかみんな持ってるよね。フェス投票しましたかって。まだ投票してないのよ。それ投票いつ、まあ、明日からフェスだよねとか言って、あのスプラトゥーンのやつ。選択肢なんだっけ、あれ投票のやつ。マリパで好きなミニゲームあるって。おんじゃね、リズム系のやつが好き。そう、あれはね勝てるメンバーにそう、そう、
得意なんですよ、リズムゲーム。あのスマホとかやったら、あの太鼓の達人あれとか、あと何だっけ、プロセカっていうやつやってる、音ゲー。あーやられた、あーあうち、あー、その音ゲー得意なんかなって。音ゲー好きかも、昔からやってる。あの太鼓の達人とか、あのラブ&ベリーって知ってる？もう昔のやつ、ゲームなんだけど、ラブ&ベリーとか、ちっちゃい時からなんか音のそのゲームをすることが多くて、人生で。そう、それで好きかもしれない。そう、あれ、危ない危ない危ない、あれ。でもさ、たまにさ、ゲームさしたらさ、めっちゃ口悪くなる人とかいるやん。しゃね。お兄ちゃんがそうだったんですよね。あれ、他にもさ、結構ゲーム好きなさメンバーとかいるやん。それこそ京香ちゃんとか、エイペックスやってるよね、ショールーム配信とかで。見たことないけど、口悪くなるのかな、京香ちゃん。しゃ。しまった。京香多分もう人格変わるってマジ？あ、でも一回見かけた感じだと普通だったね。あ、本当。あ、勝った勝った、勝ってるじゃん。うん、一回休憩しようか。一回休憩。むーちゃん、一人の時は言葉悪くなるって。私あんま喋んないな、ゲームやってる最中。ジャイロですかって。私ジャイロしない、ジャイロしないというか、なんかジャイロってさ、あの多分こういうのでさ、画面のあれが変わんねんけど。でこの間、その何、さやりんと高橋あやねちゃんと、あの羽鳥優奈ちゃんの3人が泊まりに来てスプラトゥーンやってた時に、3人ともジャイロをつけてやってて、そう、すごっと思った。逆にジャイロなしで鬼しやってて、それだけですごって言われて、あれすごい酔うよね。もしあれできないんですよ、うん、めっちゃ泊まりに来るやんって。そう、3人泊まりに来たね。たまにはちょっとこういう配信も面白い、面白い。プロコン使ってくださいってね。え、プロコンいらないんだ。すごいし、プロコンね、もうこれもプロコンみたいなもんやろ。もうプロコンみたいじゃない、可愛くない。色めっちゃ可愛いって。そうでしょ、可愛いでしょ。使いづらくないのか。全然わかんない。うちはずっとこれ、最初からこれでやってるから。あ、ハットリスラップスプラトゥーン入ったって。ハットリー、ハットリー配信してないか今。ハットリー、ハットリー一緒にやろうよ。
服部さーん。それ入ってきてくんないかな。 LINE 入れるかって、これこの携帯でさやってるからさ、配信を。そう、LINE できないのよ。ハートリあれできたらいいのにね、ハートリとこの配信を分割してみて。配信中は連絡できないのって。そうなのよ、一回切ればできるんだけどね。ね、コラボ、本当にコラボしようよ。配信部屋作って待ってみたけど、誰入ってきてくれないな、誰も。もう少し時間あるときに。確かにな。ね、またいつか。このショールーム配信ってまだ2人でしかできひんけ、コラボって。インスタが4人とかでできるんだっけ。ね、ショールーム配信は2人だよね。でも服部がなんか自分からスプラトゥーン入ってくの珍しい。なんかいつもなんか誰かがやんないとやんないんだよねみたいな言ってて、で大体大西ハマー、もし大体ハマーに連絡するんですけど、あのスプラトゥーンやろうって時。珍しい、自分からやってるの。やっぱ強くなりたいっていう意志が深まったのかしら、この間のお泊まりで。強くなりたいって言ってたからね、本当に。誰かやっとやってるんじゃないと。ワンチャンあるな、確かに。それ説はあるな。うわー、このシャボン玉みたいなやついっちゃん嫌い。知ってます、なんかなんていうのか分かんない武器、シャボン玉みたいな。いやほんと、もうやなっちゃうわ。オーバーフロッシャーっていうの。メス、そう、試合中って、あ、そう、今地味にそう、もうつか言ってなかったから、そう、始まっております。うわ、危ない危ない、やられた。そう、配信終わってまだハットリやってたらちょっと LINE してみようね。やっぱね、一人でやるのもすごい楽しいんだけど、メンバーと電話しながらやるの好きなんですよね。しゃオーバーフロッシャーやろうめ。そんなポンポコポンポコシャボン玉打ちやがって、なんやねん。いやっしゃ、向こうピンチだってよ。しゃ
けたったわ。あはやっつけたったわ。あぶねしゃざま見やがれ。終わった。あもうもうそんなそんなもうパンセーテージなんて出さあほらもう私の勝利でございます。ありがとうございます。勝った勝った。はあおもろ。口悪くなった。47分かラスト一戦して終わるか。あ待って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 、あやだやだやだ、ごめんなさい、一回ちょっと終わります。ごめんなさい抜けた、これ絶対迷惑他の人に。服部いたかもしれない、ちょっと待って。待って待って、ちょっと待ってね。一回待ってみるか、今私抜けたから。乱入する。お、服部とできたよ。待って今乱入してる。メンバーにあ次のバトルから参加しまして、今多分服部がバトル行ってるから、服部のバトルが終わったら次行けるんだ。お服部とできます。ただそれに時間が間に合うのかどうなのか、49分というすごく微妙なラインでございます。55分になったらランキングの方読んでっていう感じにしようかな。あバトル終了まで2分だって。あとランキング今のうちに読んでおけばいいの、今読んでいい、じゃあちょっと今ランキング読んで、じゃあラストはバイバイで終わりますね。ありがとうご提案。じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位デンスケさんありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさんありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして4位がよっちゃんというももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ。そして6位がケイジさんありがとうございます、イエイ。そして7位がカホアットマークニコーさんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位がマカロニ48さんありがとうございます、イエイ。そして10位がカメさんありがとうございます、イエイ。そして11位がツバサさんありがとうございます、イエイ。そして12位がキョイさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がライオン丸さんありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そして1位の方かな、タワーありがとう。あ、じゃあ1位の方が呼んでいきたいと思います。いきますよ、デンスケさん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 、クマタワーありがとうございます、ありがくまー、ありがとうございます、ありがとうクマ、ありがとう、イエイ、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということでランキングを読み終わったということで、今日は最後までバトルで終わりたいと思います。2分、あもうあとね6秒で終わるって、ちょうどよかったね。ランキング読みって2分ぐらいかかるんだ。
そうなんだ。12分のお知らせです、ありがとう。もしもし終わったら歯磨こう。もうゲームとかやってたらさ、ついついなんかアイスとかさ食べたくなっちゃうよね。うん、お風呂入ったのって、お風呂入ったのよ今日も。お風呂上がりです。明日は波動頑張れて、そう明日波動なんですよ。そう明日は夜波動です。そうこれさ、もしかしてメンバー飽き出てない感じなのかな。メンバーに空きができたら次のバトルからさ、ちょっとこれなんか参加できない説あるよ。満員かもしれない今服部のそのグループみたいな人。ピエンじゃん、ピエンじゃん、入れないんだけど、まあ、一旦待ってみるわ。配信はお昼になる感じって、そう配信はお昼ぐらいにします。配信終わってから楽しんでって優しい、ありがとう。じゃあちょっとだけやって終わろうかね。そのチームが勝ったからそのままってよくあるって、そうなのよね、わりかしそうなのよ。午後って、ああ多分午後じゃないかな。うん、まあ適当にやります。時間はもし見れなくても、まあ、結局毎日やってるの、都合がいい時によかったら見に来てください。うん、ぜひぜひ。すっぴんですか、超可愛いですって、優しいね、ありがとう。やっぱさっきメイクしてる時のは可愛いねってコメント来てたから、ちょっとスルーしたけどちょっとへこんでたんだ、ありがとう、優しいね。よし、ちょっともうそろそろあれか、時間も時間だからちょっとこの辺で終わっておこうかしら。では今日はこの辺で配信終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではありがとうお付き合いありがとうございました。みんなも一緒にスプラトゥーンやろうね。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。